変わらず料理のクオリティ高いですね、侍さん。高いです。やっぱイケメンいると違うね。違うんですよ。うまい。イケメンポイント1。多分かけない方が美味しいと思う。人生で一番美味しいな、これ。へえ。だって撮って面白い、出て面白いって完璧じゃん。自分で編集で見る。自分で見る。たまにこういうことやってるじゃん。吉坂さんをいじめるなってコメント前やってたんで。おはようございます。おはようございます。久しぶりに侍の撮影を撮ろうと。久しぶりじゃないですか、この感じ。はい、どういう状況か分かりますか、今。どういう状況か、ご飯を食べる。まあ、正解です。ご飯を食べる。はい、しかも、飲み物までありがたいことについてる。はい。まあ、いつも通り企画何も説明せずに呼んだんですけど、うん、強くなりたいですよね。ん？強くなりたいですよね。強くなりたい。はい、やっぱ座右の銘が。お料理強いやつに会いに行く。はい、会いに行く。まあ確かに強く、あのフードファイターとしてね、はい、強くなりたいですよ、もちろん日々思ってますよ、それは、はい、とある漫画で、強くなりたが比べもう俺分かったよ、それ分かった、はい、裕次郎でしょ、そうです、あのグラップラバケでしょ、バケです、で、裕次郎の強くなりたければ、なりたければ食らえ、はい、うんをちょっと再現しようかなと思って、今日は漫画飯を、これ漫画飯なの、はい、サムライティングの決め枠炎の料理人の吉坂さんに作っていただきまして、最近さ、スキル上げたよねなんかそんなにポコポコあれワード出てくる人だったっけまあ今回は、まあ、いろいろな漫画あると思うんですけど、うん、バキから試合前の栄養食って感じで、うん、左手、マックスが右手に見えます、これあれでしょ、炭酸抜けやつでしょ、そうです、え、バキあとどれ、お鍋ですね、これお鍋、バキの作中ではタッパーなんですけど、え何？バキは作中ではタッパーなんですよ。分かった、米だろ。米です。ああ、分かった。おう、で、まあ米をタッパーでちょっとさすがに日本一の男にそのとさせるわけにはいかないなと思いましたね。やっぱこなれてるよね。本当に。文服でも思ったけど、こなれてるよね。まあ多少は。はいはいはい、それでそれで。おじや。うん。が入っております。お、もうこれ開けていいの？どうぞ開けてください。おお、うまそう。ほうほう。でこれがバキ。はい。これもバキじゃん。そうっす。でまあこれお金に合うやつね。はい。うん、で初めにギャートラーズからこれ。はい。マモさん肉ですね。うん。骨付きで。はい。骨付き。これは海鮮ピラフです。おお。じゃあ3時のピラフ。そうです。バキ飯。バキ飯。ギャートルズのマンモス肉。マンモス肉。3時のピラフ。ピラフです。おお。今日は何？まあ、食べていただこうと。おお、これ強くなると。はい。おーい、マジっすか。いっつも思うんだけど、相変わらず料理のクオリティ高いですね、侍さん。高いです。やっぱイケメンいると違うね。違うんですよ。え、これは何？じゃあもうガッツリ食べるっていうところなの？はい。え、なんかさ、タイム来そうとかじゃなくて。まあ、今日はプロデュースは不在なんですが。あ、じゃあ決まってないってことか。え、じゃあどういうのをしてほしいですか。いや、もういいじゃん。小川優馬なんてもう政権交代だ、侍イーティング小川優馬、お前の居場所はもうない。行きましょう。今日からはケンちゃん、あなたが侍のドンでございます。あなたが決めたことに私は従います。じゃあ一つ一つ、はい、バッキ飯、ワンピース飯、ギャートルズ飯の、うん、まあ、一品一品を各10分でマックスさんに挑戦してもらいたい。行ってみよう。はい、行ってみようじゃん。じゃあレツイートしてください。それでは、祝サムライイーティング政権交代を祝して、レッツーイートー。では、3、2、1でいきますね。で、今回ります。3、2、1、ピーン。いただきます。うまい！やってた。あ、うん、なあこれ。ちょっと待って、ヨッシー何してんのこれ。ねえ、初めて完成形が見えないから作ってた。ヨッシーこれ何してんのこれ。
でもとりあえず周りにバラ肉みたいな感じなのかな。めっちゃうまいっす。料理ってマジでうまいよね。そりゃ一人でできるもんもやるわ。よっさかさん自分のチャンネルやった方がいいっすよ。よっさか YouTube デビュー出ちゃうね。正直言って、なんか手が困ってる気がする。本当に謎の感覚。ちなみにマックスさんってこういったなんか漫画の骨付き肉みたいなものって食べたことあるんですか、チャレンジとか。うん。でもそれもこんな感じでハンバーグ形式でしょ。トマホーク。トマホーク5秒か。9分5秒です。イエーイ。なんかすでに最強見ちゃった気がする。やっててめっちゃ楽しかった。楽しかったですか。強くなってる感があって。ゾッとしましたね。本当、はい、いい絵撮れた。いい絵撮れました。侍らしからぬと言ってられる。はい、で思います。はい、3、2、1、シェイ！よし！こういうとこでイケメンなんだよ。プレゼントだけじゃなくて手紙も添えるタイプだよ、こういう人は。イケメンポイント1ですか？イケメンポイント1。多分かけたら美味しいと思う。うまい！これ超うまいっすね。ありがとうございます。
本当にマジで超うまいよ。サンジの味がします。俺多分だけど、ごめんね、タイムちょっとやるときに、本当大げさじゃなく、正直これ人生で一番うまいかもしれない。へぇ、嘘でしょ、マジで超うまいんだけど。グルメ細胞を動かす、ほんとにうまいっすね。これやばい、俺すごい好み。これはもうサムライイーティングっていう海賊船の料理長はもう彼です。ケースになるか、まあ、戦闘員でしょ。戦闘員、戦闘員。彼には申し訳ないんだけど、ベラフには、はい、最後のグラップラーがすごいプレッシャーかけてる俺に。もう悪がすごい、すんなりやれねえぞって感じ。いや、あと俺のお腹もう勇敢になってきた。ピルフはよく作られてたんですか。全く、多分人生で5回も作ったことはしてないですね。本当にうまい。サンジってさ、あれだっけ、なんか片足ない人のあれだっけ。そうです、片足あれだよね。赤足、じゃあ赤足写真のゼフ、赤足のゼフの弟子です。うわお腹いっぱいです。ですよね。もう食べれへん。じゃあ、どうぞ。新内、今。いや、僕は最近僕もか食べてるんで。これ、何キロぐらいあるんですか。それ、2キロないぐらいですね。おお、これ来たんじゃないですか。さあ、続きまして、ハンマバキになれるのか、なれないのか。続いてのチャレンジャーは、けんちゃんでございます。じゃあそんな、もうそんな暗い顔してる。うん、あれですね、こっからこう見る鍋の量とこの顔面10センチの鍋の量って違うんですね。
じゃあこれはもうあれだね、生徒賞の吉高さんにもディレクションというかこう、はい、ねやってもらった方が多分いいっすよね。僕はこっちの、はい、横のカメラの方で楽しんでます。僕黙ってますよ。じゃあ心の準備は、浜巻になる準備はいいですか。はい、どうぞ。いつでもどっちかっていうとエドモンド本田なんだよ、懺悔だから。でも今いる詐欺の中で一番なんかバキ寄りななんかバキの登場人物的な、ね、しかも多分ジャックハンマーが多分モブとかそちらに近い、うん、一番でもね合ってるよ、あなた雰囲気。ちょっとバナナ持ってみて。あ、似合うわ。どうぞ。はい、おお、やる気ですよこれ。じゃあ目標はやっぱ、まあ、10分で自分で設定したやつもあるんで、10分でこれは食べたいですね。じゃあそれ食べきったら吉高さんが10分以内にコーラゼロ飲むよ。ああ、いいですね、うん、食べきるなと飲まない。はい、それでいこう。これ全部ですか。いや、もうそっちだけでいい。そっちだけでいい。まあ食べてもつまんないって。つまんないんですよ、それは。はい、じゃあそうだな。でもちょっとこれ面白いね。面白いですね。じゃあここから僕だから頑張りますね。じゃあカートラ5秒前からいきます。5、4、3、2、1、スタート。あ、うまいっす。ありがとうございます。まだ熱い。いや、ちょっとあの冷めてきてるというか、熱いですけど、あの陣地を超えてないです。ゆっくりだけだ。ゆっくりするか。入れたやつ出すな。ほんとほんとしたじゃねえかよ。すげえ合ってないよ。ちょっと面白かった。ちょっと面白かった。なんか出すなんつって強がんなくていいんだよ。熱い時熱いって言っていいんだからね。でもここで食べきれるか食べきれないかで、ね、政権交代できるかできないかが変わってくるんだろうな。水分補給は最小限に。めっちゃかぶる。あなたカメラマンでしょ。そこを吹く。こっちに田中ぶりしてます。ちなみに今日お母さんにあのご飯いらないって言ったら、もう行ってあります。あ、行ったんだ。いや、なんか本当一番なんかあれなんだよな、タレント性持ってんだよなっていう感じで。これで本当に食べきったらマジで政権交代あるぞ。だって撮って面白い、出て面白いって完璧じゃん。そうですね。このペースが続けられるのであればいける。仮にですけど、はい、これ本当に食べきったら、はい、ゼロを10分以内に飲めなかったら、はい、マジでもう吉高さん。あれっすよ、10分ですよ。10分、10分、10分、さすがに10分、10分、10分、それでいいんだなって思われる。なんか積み上がってケンちゃん、聞いた。何欲しいっすか。でもやっぱイージーがいいっすね。やってる側からすると初速が終わって、この辺からその人の力、本当の力が出始める時間なんですよね。ちょっと初速は誰でも出せるんで、ここでキャパと、あとキャパ以上に大事なのはメンタルですね。心折れないか折れるかで変わってきますね。でも水分一方で余裕なんですよね。でもさっきの彼の心の中は政権交代よりもイージーのことないから、正直。やっぱり彼は編集者だから、カメラマンなりその絵のこともやっぱ気にすると思うんですよ。
しながら食べてるのもいや、ここで俺が失敗するのもしないので成功するのもしないのでチャンネルのこの動画のコメント数といいねの数が変わってくる多分のこのチャンネルの登録者数が何万人かいくっていうのは昨日ね、撮影が楽しみになってたのが一歩を切りましたね。結構これマジでやってると思いますからね。やっぱりね、言ってるのが白木さんなんで本当にやべえなってことは僕は止めます。そこはオーバーしちゃうことは大丈夫だよ。安心して飲んでくれ。なんかありそうだったら事前に俺が止めるから。脱ぐ？え？脱ぐ？乳首にガムテープ当てよう。よーし。おいおいギルです。おーいいですね。から強いです。うん、自分の限界を知ってますから。じゃあ4分ぐらい残していきると。はい。じゃあもうこれはもう吉田さんやってもらおう。うん、ほら。やってもらえないでしょ。みんなも。うん、それ多分全国の吉田さんのファンはそう願っていると信じています。おお。それでは。着地。3、2、1で押してもらっていいですか。はい、最後いきます。3、2、1。イエス。全然炭酸残ってる。これっぽっちか飲んでないんだ。いやでも結構飲んでて見えますよ。うん、ね、はい、飲んでない見える。いっぱい飲むと結構減る感じがある。そんな単品ではね、多分だいぶやりやすくなる。こんなとこロスなっちゃう。たまにこういうことやってるじゃん。吉坂さんをいじめるなってコメント前あったんで、なんかで、なんだっけ。本当に申し訳ございません、皆様。出ない出ない。酒だったらいけると思う。ハイボールの予約の3杯とか普通にいっちゃいます、ね。緑茶入る。とかだったら、まあ、じゃあまあいけるはいけるんですね、量的には。でもアルコールでバグってんのか。あ、でじゃあ、まあ、時間は空くじゃないですか。まあね、どうしよう。10分で3杯飲んだことないです。あ、大事ですね、筋肉が大事ですね。この辺りがちょっと、ちょっと飲みやすくなってくる。気がきつい。気抜けば、気が抜ければいけそうですか。全然いけると思います。全然いける。やばい、もう抜ける気がない。あ、ここに込み上げてくる、うん、単純にキャパパ今だどのくらいでしょう。1円。ちょっと言っておいてるから、もうちょっと言ってるから。このまま切っちゃうのも、商品が見えますね。5分切りました。最初は、多分こんだけあるんだっていう感覚なんだけど、この辺から、こんだけしかないんだって心配が当たるんだ。おー、なるほど。そっち。
吉田さんに怒られる、吉田ファンに怒られる、吉田さんもイラつかせんじゃねえよ怒られる、いやきつ、すげえストイックだね。半分あれですもんね、飲み干してほしい反面、飲み干さないでほしいっていうスタンス水の縛りがねうわ、まだもうそこしかないのよく切りました。ちょっとファイターに片足突っ込む番組みたいなね。そうですね、まあ、あの普段普通の番組とかってもうこういうディレクターとかスタッフは肌から見て手足飛ばしたりだと思うんですけど、ガシガシうちは違うというのをお見せできたかなと。お見せできたかなと。あのね、でも本当に思うんですけど、2人とも僕は大きな拍手を送りたい。あの本当にナイスファイトでした2人とも。まあ今回はこの3週でやったんですけど、もしこれが続けられるようであれば、はい、他の、まあ、こういった10分で勝負というわけではないんですけれども、他の、まあ、いろんな漫画から出てくるご飯っていうのはあるので、まあ、それを再現できていければなと。おお、漫画飯シリーズ、はい、どうなるのかと。そうですね、ちなみにマックスの漫画のご飯とかでありますか、リクエストというか。あ、じゃあもうジブリのありとあらゆるシーンをパロディした動画にしたい。おー、いいですね。40秒で支度しなのとこもあれば、はい、あのトーストハムハム食ってみたり、はい、ルパンの事件ガーってやったりとかも全部やりたい、はい、じゃあついにその朝毛のチームとかやってみたいですね。汗かきながらそれいいじゃんでもあれだよね、多分いろんな CM パクりまくったら絶対売れる仕事来ないあいつ最悪やでもやりたいやりたい、やってみたいですね、やってみたい。じゃあまあ今回はこういった形ではい終わりますが、ちょっとまあ次回にちょっとつなげていろいろやってみたいですねということで、本日は解散しましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。今回はね、何よりもね、ケンちゃんと吉田さんに拍手ですよ。ありがとうございました。僕が不甲斐ないばっかりに申し訳ございませんでした。振ってしまい。